で、ところ変わって霊がもうあのはってこう意識を取り戻して、うんね、あの気絶ちょっとこう意識を失っててね、うん、あのケンシロウに抱えられて時の音をねケンシロウが訪れて、うん、でこう包帯とか巻きながら寝転んでる中、霊がこう目覚めて、うん、で気を失ってと、うん、俺は気を失っていたのか、うん、でやっぱり間宮の身は、まあ、案ずるんで間宮どこ行ったんやっていうね、ことで、時が外やと、これ以上ね確か霊の苦しむ姿を見ておれないだろうと、うん、でこうちょっともう霊はちょっともう諦めるというかもう、もうこのまま死んでいくだけかと、いうようなところでここで時がね、一日だけ伸ばす方法、伸ばす方法、まだ方法はあると、うん、でこうケンシロウがまさかとあの方法をと、いや二人には何かがあるということ、北斗神拳で何かができるというようなところで、でこう時がねある飛行を継ぐことで少し命を伸ばすことになる、だけどもその飛行をついたら苦しみは今以上の痛みと苦しみを味わうことになる、要するにこう極限のハイリスクハイリターンということですね、それでもそれを選ぶかと、それともう一つあると、これはダミアンさんから預かった薬の次第、要するにこう二つの選択を例に与えるわけですね、要するにその、まあ、飛行をつけばもう今の数倍、今でも激痛やのにもその数倍痛くなると、その苦痛で発狂して死んでしまうかもしれんと、いうようなところで、あ、二つか、そうか、その苦痛から逃れるためにってことか、で渡された薬があると、霊をもう苦しみから解放してあげたいという思いでその薬を手に入れていた、ああそうか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 、まあ言ったら安楽死ってた言い方おかしいけど、で時がこう選ぶがよいと、うん、強制はせえへんし自分で決めてくれと、あるいはどっちを選ぶかはお前たちが分かってるだろうって、でその時の方法を選べる、でこう打って変わってこう外でね間宮がこうあなたはもう十分に戦ったみたいなね、苦しむのはやめてっていうようなこう心理描写が入って、でここでこうユダが現れるんですね、久しぶりだな間宮という形で確かこうユダが、現れる、なかなかハイスピードでいきなりこうね敵陣に入り込んでいきますよね、でこう背中の傷はまだ消えてまいみたいなね、ここにいて、なんでここにっていうようなね、ところがあって、でこう確認するわけですね、ユダは間宮に対して、北斗七星に輝くね脇に輝く星が見えるかと、ラボと同じようなことですね、で見えるわと答えて、そうか見えるかと、要するにそれは視聴性やと、死を予言する星やと、お前が待ってるのは霊の実はあいつだけどお前も死という運命を待ってる実やぞと、いうようなことを告げて、でその死の鍵を握ってるのは俺やっていうようなね、俺の手からこう離れられない運命に、あるんであろうみたいなね、ことをこう嘲笑いながら、ユダとマミヤね、ご視聴ありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。